モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はですね、風邪ひきました全員風邪。あのね、やっぱり冬になってくるとね、風邪ひくね。乾燥系がひどいでございます。これね、これ私のお部屋で使っている加湿器なんだけれども、あの加湿するとよく喉痛くなりにくいとかそういうのあるじゃない。そのために置いてるんだけど、そこのあのみんなであのご飯を召し上がるリビングね、リビングに加湿器とかなんかそういう系のなんだろう、湿度を調整するやつ置いてないから用意したの。よいしょ。はい、こちら、これはね、シャープの空気清浄機KCH50W っていう型番になるんだけど、これ何かっていうと空気清浄機でございます。プラス加湿機能付き。あのよくあるじゃん、あのプラズマクラスターはシャープだけってやつ。それ高濃度プラズマクラスター7000っていうやつを購入しました。早速開けていきましょう。これをね、そこのみんながいるリビングにバーンって置けばね、まずは使い捨てプレフィルターっていう説明書の、これがプレフィルターみたい なんかなんだろうね、もしょもしょしてる。説明書読んだらこの2枚は予備なんだって。使うのはこの1枚みたい。あと、もしゃもしゃをつけるために使うマジックテープ。よいしょー。はい、なんということでしょう。逆でございます。はい、出た、取扱説明書が1冊。じゃあこの逆立ちしている清浄機さんをくるっとしましょう。うん、マッサー、出た。はじめまして。はい、正面こんな感じ。あのね、びっくりしたんだけど、指1本で押すよ。いくよ。見てこれなんかすごくない？これ足元にローラーついてないかい？あ、ついてるわ。え、こんなになってんの今。シャープの空気清浄機は私4台ぐらい使ってたんだけど、このタイプは初めてだね。まずは一番右、お任せモード、これをしとけばまあ大体大丈夫でしょうっていうやつだね。で、これが電源スイッチで、パワフル吸塵、これは多分あれだね、ホコリとか花粉とかそういうもろもろを取ってくれるっていうやつだね。で、加湿するんだったらここ押してねってやつか。で、風量、静かなやつ、中くらい、強い。その他に自動花粉静かねっていうのがあるね。寝るときはこれにしてみようか。で、これライティングだね、電気マークだ。ここら辺光るんだろうね、きっと。で、あとはチャイルドロック、お子さんがここら辺あの触らないようにチャイルドロック機能がついてるんだね。そして96度から24時間電気代っていうのがあるね。これは何だろう、後で調べてみるね。で、これはフィルターお手入れ、あ、なるほど、後ろのフィルターが汚れてきたらお知らせしてくれますよっていうやつだ。なるほどなるほど。ってことで後ろ側見ていきましょう。はい、あフィルターをポリ袋から取り出してください。了解しました。よいしょ。おお、裏の蓋、なんかここら辺に薄いなんかメッシュみたいなのがついてる。これがフィルターだね、1枚。おお、すごい、なにこれ、うわうわうわ、え、今のこうなってんの、超すごいんだけど。いや、これは効果ありそうだわ。すごいね、フィルターも進化してるね。見えるかな、これ細かいね、おそらく炭だと思うんだよね。炭がね、いっぱい入ってんの、穴の中に。わかる、これめっちゃびっしりだね。じゃあもう一枚のフィルター取っていきます。これはよくありがちなパターンだ。こんな感じでございます。これね、あの紙製、見えるかな、おー、見える見える、紙製になってて、これをねメンテナンスするのに結構丁寧に扱わないと破れたりするんだよね。でも結構長持ちするんだよ、これ。だいたいね、1ヶ月とか半年にあの交換するっていう人が結構多かったりするんだけど、案外ね、あの歯ブラシみたいな柔らかい歯ブラシでシャシャシャってやってるとね、割とこれ結構長持ちするんだよ。効果もあるしね。これ買うとなると結構するんだよ、確か。4000ぐらいするんだよ。うん、全然。丁寧にメンテナンスすれば長く使うことできるんだよ、これ。ってことで後ろがこんな感じだね。このスポンジなんだろう、これこれなんか前から気になってたんだけど、これみんな何に使ってんのこれ。しまいます。ってことでフィルターセットしていきます。で、ここの面に最初ご紹介したこのフェラフェラをここに貼ったっていいんだって。これなんで貼るかっていうと、ホコリをキャッチしてくれるんだって、このフワフワが。一応貼っとこうかな。うち、パッチもいるしね。ペットがいるから。そうするとね、2、4、6、やに、このマジックテープを貼るみたい。よいしょ。
はい、できた。あ、結構ガッチリ固定されるんだね。で、ここなんかパガーンって開くんだよね。これ何、これ何ですかこれ。どうやらここパガーン、こっからブオー出るんだね。なるほど、こっからブオーブオー。はい、じゃあ開けときましょう。で、横ここにね、あの加湿機能のタンクがついています。下に押して引く。おお、モロタンクだね。で、給水タンクの容量は 2.5 リットルだって。くるくるくるっと回してお水を入れる。おお、すげえ、これろ過装置じゃん。すごいね。あれ、これついてたっけ。今までついてないよね。今まで私使ってたのただのくるくるの蓋だけだったんだけど。あ、これも確かオプションで売ってたわ。ってことはこれも交換だ。メンテナンス必要なんだね、これ。ちょっと水入れてきちゃおうかな。はい、水入れてきました。これ思ったんだけど取っ手がスタンドになるからいいね。よいしょ。じゃあこれをセットすればいいんだ。バリエ大丈夫ですか。ってことでサイズなんだけど、高さが 61.5cm で、横が 39.9cm で、厚みが 23cm だそうです。で、本体重量が 7.7kg で、ちなみにこの空気清浄機は13畳用の空気清浄機になります。だいたいね、8畳の空間を空気洗浄するとしたら電源つけて17分ぐらいかかるみたいで、13畳用って言ったんだけど、これポーン置けばだいたいね、23畳分ぐらいの空気洗浄適用床面積になるみたいだよ。で、シャープ製品だとプラズマクラスターついてるんだけど、プラズマクラスターって一体何よっていう話になるじゃね。ね、だいたいここに書いてくるね。ドン、これぐらいの、まあ、ウイルスだったりとかホコリだったり花粉だったり、なんかそういったもろもろのやつを除去してくれるんだよね。さっき後ろ側も見たんだけど、あのごっついフィルターで、あの匂いとかペット臭とか、あとはあのキッチンの生ゴミの香りとか、そういうのを除去してくれたりもする。で、コードの長さが 1.8 メートルみたい。十分だよね。ってことで早速電源つけてみましょう。モカ太郎の動画。よいしょ。おお、かっこいいです、かっこいいです。これ湿度だね。今湿度が 50% ありますよ。で、お水の量がこれくらいありますよってやつだね。で、これはプラズマクラスター出てますよってやつだ。こっから出てんのかな。おお、ぷわーなってる、ぷわーなってる。おお、すごい、すごい風出てる。こっからも出てるし、こっからも出てる。結構ぷわー動いてる。音はね、うるせえ。あの耳の隣に室外機あるぐらいの音だね。で、なるほど、これ加湿機能まだついてないね。よいしょ。これで加湿しながら空気清浄中っていう感じみたい。え、マジ？ごめん、これ96って読んだんだけど、よく見たらパーセントだね。ここに湿度が表示されてるんだけど、ポチッて押すとこれがね、温度、今部屋の温度が23度ですよ。で、もう一回押すとこれ5って書いてあるんだけど、これは24時間つけっぱなしだった場合の電気代だって。だから1日5円かかるってことだ。なるほどなるほど。じゃあこれハイパーにしたら料金上がるんじゃない。パワフルやっちゃおう。で、これでこうだよ、こうだよ。あ、13円。パワフル求人だと1日13円かかるみたいだ。で、最後にもう一つ、あのね、トレーっていうのがあるらしくて、ここの給水タンク入れたところ、なんか引き抜けるらしいよ。ちょっとやっていい？どういうこと、どういうこと。なんです多分なんか割れたよ。これなんかやっぱ引き抜けるらしいんだよね。どうやって、え、どうやって、え、どうやって、ああ、いけたいけた。あ、こういうことね。はいはいはい、了解了解。で、これがトレーなんだけど、これを洗うのと、あと水を受けてるトレーとこの丸いやつをキレキレにする必要があるみたいよ。だから定期メンテナンスが結構多いね。1,2,3,4,5,6,7 7箇所ぐらいメンテナンスする箇所があるね。まあ、そんな感じで、これを怠ると、あの部屋の中が嫌な香りになったりするから、そこはちょっと我慢してメンテナンスしてあげないとね。で、なんだろうね、シャープの歴代の空気清浄機を4台ぐらい使ってた私としては、この給水タンク、なんか前の方が良かったな。なんかさ、上の部分はいいんだけど、この下の部分がなんかチャッチーというか、なんか違和感を感じる。安っぽいというか、うまくはまりにくいから壊れそう。で、あと後ろのこの裏蓋、こ
その裏蓋こんなに薄かったっけな。結構ねバキッといく薄さなんだよね。こう 前の方のやつもうちょっと分厚くてガチンってつけれるタイプだったと思うんだけど、でまあ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 パワーアップしてることは間違いないでしょう。はい、ということで今回はシャープの空気清浄機13畳用ね KCH50 のご紹介でした。早速リビングに配置していきましょう。はい、こんな感じ。じゃあちょっと押します。自動にしとこうか。で、加湿付きのプラズマクラスター、うん、これぐらいだったら音うるさくないかも。これね、風量をね、強にするとまあ結構うるさいよ。これ上の上の観葉植物がブワーなってる。これぐらいパワーがあるみたい。はい、じゃあこのままで放置します。今空気清浄機もリビング置いちゃったのね。部屋の中入ったらなんか部屋の香りが違う。すごいね。多分20分ぐらいしかつけてなかったんだけど効いてんだねってことでね、乾燥の季節でよかったら加湿機能がついた空気清浄機なんかよかったら皆さんアブシャシャシャ